どうも皆さんこんにちは、簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回はですね、昨日なんですけど2018年の11月11日に行われたガズレレの日記念イベントのイベントレポートをしたいと思います。ありがとうございます。11月11日、1が4つで4本の弦で勝手に去年制定式をしましてですね、第2回目代官山で盛大に行われまして、ありがとうございます。満員御礼、チケットソールドアウトです。130人以上の方と一緒にまっさに熱唱しました。ありがとうございます。写真ご覧ください。ドン。さあさあ、もう収まりきれない勢いのこの写真です。はい。でその後パーティーの写真なんかもあるんですよ。はい、こちらもどうぞ。ドン。もうね、本当に賑やかかった。もうね、最高でした。2018年11月11日の大成功でしたね。もうガズレレのイベントは、毎年毎年11月11日はガズレレの日、記念イベントをやっていきますから。ちなみに来年は月曜日という噂ですけどね、まあ、月曜日の夜にやります。はい、昨日、はい、この CD も発売されて、もう皆さん手に取っていただいて9曲入ってますからね、覚えてもらって、これで来年9月です、ね、日比谷野音、皆さん一緒に歌いましょう。9曲練習してください。覚えてください。いい歌ですからね。はい、レッツゴー最高。アマゾンでも11月15日から販売します。予約お願いいたします。でね、なんと私事ですけど明日引っ越しなんですよ。すごいでしょ。11月11日にイベントやって11月13日に引っ越しです。なんでもこれからもね、片付けて大変なんですけど、というわけでちょっとアップロードがちょっとね、次のアップロードは多分引っ越し先でやることになりますんでね、これからもう段ボール詰めまくりますんで、はい、引き続きガズレレ YouTube チャンネルよろしくお願いします。チャンネル登録も引き続きよろしくお願いします。さよなら、バイバイ、またね、チャオ。Princess.